はい、こんにちは。スタジオ系のモテキです、突然ですが皆さんに質問です。これから出す写真、2本の足が出てきます。どっちの足の人が140キロのウェイトをフルスクワット、しかも朝一のノーアップでやったか、ちょっと考えてみてください。ではこちらの写真です。ほとんどの人が左側の足が太くてちょっと黒々として、でかい足、あっちの方の足の人、まあ要は僕なんですが、僕が140キロ上げたって思う人が多いと思うんですが、実際はですね、力抜いたの分かりますね。ちょっと待ってください。上がった。77。ゆっくりだって。夜中膨らましの後ろに行って、ヒップ後ろ。右左に向けて。はい、よろしく。グッ。はい、残念でした。その中に入ってて、はい、両方あげますか。せーの、ギュッと上げちゃって、はい、戻してもう一回上げちゃって、はい、OK ですね。今腹圧抜けちゃったね。今回ですね、3日間沖浦さんのところに僕の師匠と兄弟子と僕で3人でウェイトトレーニングを教わりに行きまして、その時のエピソードとか、あとはその実際に沖浦さんに教えていただいている時の映像、まあそれも公開できる範囲なんですが、それをですねうまく編集して、いかにそのすごい合宿だったかというのをちょっと皆さんに見ていただこうかなと思います。あ、でちなみに言うの忘れちゃったんですが、沖浦さんはですね、今76歳で今年77歳になる年です。マスターズで、まあ、元世界記録とかを出していて、でフルスクワットを朝一のノーアップで140キロひょいっと2回ぐらい上げちゃうというとんでもない方ですね。だからまあとんでもないとかすごい超人だみたいなの言っても、沖浦さんはいや普通だよみたいな感じでひょうひょうとしてるので、まあ、そういうところも含めてすごい魅力的な方だなと思ったんですけど、その沖浦さんのところでやったトレーニング、早速ちょっとまず一つ見ていただこうかなと思うんですが、どうぞ。いらない、それで十分です。それではいりません。浅い、はい、OK です。なぜ足を伸ばすかっていうと、人間の体っていうのはここちょっと一息触ってみてください。今硬いですよね。はい。わかります？緩むところあるんですよ、ここで。はい、ここを、ね、ここニュートラルなんです。で、こっからこう入ってるの。はい、皆さんはこうだから、一回緩んでもう一回入るんですよ。ものすごくそうです。ニュートラルのポジションで、もうどこに重量がかかってるのかなって。ここ抜くときはもうかかってる、かかってるなって。あれどこ行ったみたいなのがあるんですよ。そこを見つけるんですよ。そしたら10キロずつつけてください。はい、では今見ていただいた動画はですね、確かこれ80キロだったと思うんですけど、まあ、僕ウェイトトレーニング自体がですね、実は人生初で、現役の競泳選手の時からウェイトトレーニングした方がいいよっていうインストラクターとかトレーナーの方に言ってもらったりはしてたんですけど、僕自身ちょっとウェイトトレーニングにあんまりその必要性を感じていなくてですね、というのも僕が1500とか400とか割と長距離で、一応僕の選手のキャリア後半は一人200メートルずつ泳ぐリレーで、インカレで優勝したりとかもしてるので、まあ、200メートルとか中距離も結構視野に入ってはいたんですが、でもやっぱり長距離メインだったっていうこともあって、あんまりこう強い負荷でこうすごいゴリゴリの筋肉をつけてどうこうしようっていうよりも、いかに力を抜いて、で全身の筋肉のこう連動性というか協調性みたいのを上げた方が早く泳げるんじゃないかっていうふうに思ってたんですよ。ウェイトトレーニングとかすると、やっぱりそのどうしても僕の中でウェイトトレーニングってボディービルダーのイメージが強かったんですよね。なので例えばベンチプレスなんかも大胸筋だけに効かせるように意識して、大胸筋だけをしっかり鍛えようみたいな、でこうボンとこう盛り上がった胸を作って、品評会というか、まあ、大会とかでこう評価してもらうっていうイメージが強かったので、ウェイトトレーニングしちゃうと体の連動性とか協調性っていうよりも、その筋肉がボンってでかくて、そこだけこう大きくして、でそういう筋肉がついたことによって
泳ぎとか動きの中でそこばっかりが出しゃばって大胸筋ばっかが出しゃばっちゃって全身の例えば腹のあたり丹田あたりからこう力が伝わってきて手が動くとかじゃなくて大胸筋の力筋肉だけで書くみたいなそういう方向にどうしてもなっちゃうんじゃないかっていうイメージがあったんですよね。で実際にウェイトトレーニングとかを指導してる先生とかトレーナーの先生とかにも話を聞いてもやっぱりその辺が僕の中で払拭できなかったっていうのがあるのとあとはウェイトトレーニングってトレーニング自体がすごい高強度すごい負荷でやるので少し姿勢間違えちゃったりとかちょっとしたやっぱりその気の緩みというんですかねやっぱりそういう油断みたいなのでやっぱ大きな故障しちゃったりする人っていうのも身の回りで何人か見てきたのでそういう余計なこう怪我のリスクとかを上げたくないっていうのもあってウェイトトレーニングはしてこなかったんですけど今回僕の師匠が沖浦さんはすごい信頼できる人だし何よりもそのバルクアップこのムキムキのボディ作る目的でやってるウェイトトレーニングだったとしたら多分そんなにこう割と年を重ねてってまでできないんじゃないかなと思ったんですよね。それが77歳になってもフルスクワットで140とかひょいひょい担げちゃうみたいなのはきっとものすごい体の使い方が上手だったりとかそれこそ僕が求めてるもの体の協調性とか連動性みたいなもの体が一つながりとものとして機能する、まあ、西洋医学の解剖学的に例えば何々筋はどこどこからついてどういう風になってこの筋肉を鍛えるのはこういう運動がいいみたいなその部分を見てるんじゃなくてもう全体を見るみたいな木を見て森を見ずじゃなくてもう森全体を見てその中の一つのパーツとしてのこう一本の木に焦点を当てるみたいなそういう見方を沖浦さんはされてるんじゃないかなと思って、興味を持って受けてみたんですがまさに本当にもうその僕 の思ってた想像をさらにもう4段階5段階ぐらいもう上を行くぐらいの凄さでですねすごい面白いトレーニングをさせていただきました。でやっぱりなんといっても木浦さんのトレーニングで一番いいなと思ったのはですね気合を入れるなとかもうめんどくさそうにこう行きなさいっていうで待ってる間とか一回何レップかこう、例えばスクワットとか何回かやったらすぐに椅子に座ってでそこではぁって言ってだるそうにこうくつろいでくださいっていうふうに言われてその辺がもうものすごくいいなと思ったんですよね。気を張り詰めて集中集中集中ってしてる時間っていうのはやっぱ長く続かないですしそうなると周りが見えなくなっちゃうのでそれこそそういう状態の時こそやっぱり怪我が増えたりとかちょっとしたことでやっぱミスが増えたりとかしやすいんですけどふーってリラックスしてると視野も広がるしその中でやっぱり冷静になれるのでそうすると余計な怪我のリスクとかっていうのもやっぱり全然少ないと思います。でしかも気合でなんとかしよう根性でなんとかしようっていう根性論っていうのはやっぱり年々こう選手としてキャリアを重ねれば重ねるほど通用しなくなっていくと思うんですよね。それこそ若い時、10代ぐらいの時っていうのはエネルギーもあるし、集中力とかそういうのも一番満ち溢れてる時期だから、カーって集中して思いっきりやっても、それでレース全部持ったりとかするんですけど、やっぱり30代とか、さらにもっともっと上になってくると、そんなに長い時間ギュッと集中してられないっていうのがあって、レース中とかでさえ、はぁって言ってちょっとこう、例えばバタフライとかだったら、ストローク終わってグライド伸びてる間とか、はぁってちょっとこう、だるくなるというかリラックスする時間がやっぱりできてこないと長い距離とか短い距離とかでもやっぱりタイムを上げていこうと思うとメリハリが効いて出力出すところは強い出力でそこでその後は惰性でいってまた強い出力惰性強い出力惰性みたいなその惰性でこう前に進んでいくような時間帯っていうのがやっぱりあった方がより強い出力を出さなきゃいけない時に集中して強い力が出るしずっと出し続けてるわけじゃないので長い距離になっても持つしっていうそのメリハリがすごい必要だと思ってるんですよ。沖浦さんのところのウェイトトレーニングもまさにこのメリハリをすごく意識してるなっていう感じがあってなのでやっぱりそのだるそうにやってるっていうのは僕の中ではすごく魅力的だったんですよね。でもやっぱりそのどうしてもスポーツっていうと気合入れていくぞはいみたいなはいみたいな感じの世界が、イメージされる人とかからするといやそんなだらけてたらダメだよみたいな世界はあると思うんですけどどちらかというと僕が好きなのは
はそっちの世界よりもだらっとしながらやるときはまあ勝手に集中入るでしょうみたいな感じの、そっちの方の世界の方が好きなので、すごく相性は良かったなっていうふうに思います。あとやっぱりですね、その木浦さん見てると、そのすごいやる気にさせられるというか、いやもう77歳になるとしてこんなにできるんだっていうので、ものすごくやっぱり勇気づけられるところはあって、年齢を言い訳にできないなっていうのを、すごくそのハンマーで頭をガンって叩かれるような強い衝撃を受けました。なので僕もまだまだできることは多いし、今後やっていかないといけないことの大まかな目安というか、この道筋みたいなのを示していただいたなっていう感じがするので、まあ、僕もあのヘックスバーっていう、その沖浦さんのところで習ったトレーニングするように、ちょっとスタジオにそういう機材を買って、僕がトレーニングしながら、まあ、自分がでもある程度できるようになったら、まあここのスタジオ来てくださる方にもちょっと体験してもらったりとかもしようかなっていうのは思ってるんですが、でもまあ本当にちゃんとやりたいのであれば、沖浦さんのところ、長野県の白馬まで行って沖浦さんのところで泊まり込みというか合宿みたいな感じでやるのが超おすすめです。まあ、まだ全然構想の段階なんですけど、ネットで長野県白馬市内とかでこうプールって調べてみたら、何件かやっぱあるみたいなので、そのプールでもしこうコースとか借りられるようだったら、そこでこう水泳の合宿をやりつつ、沖浦さんのところでウェイトトレーニングもちょっと体験するみたいな、そういうイベントとかちょっとやりたいなっていう、こう、そういうアイディアが今ちょっと思い浮かんできてるんですけど、もしちょっとそういう機会があったら、皆さんもぜひこれ体験してもらわないとわからないところもあると思いますし、体験したら確実に世界の見方というか、もうそのスポーツの見方みたいなものもガラッと変わると思うんですよね。その常識にとらわれないとか、その権威みたいなものをこう求めていかないで、自分の体とちゃんと対話して、そこから出た答えを大事にするっていう姿勢が、すごくやっぱり沖浦さんってしっかりされてるなと思うので、例えばその最新のスポーツ科学が証明した何々みたいな感じの、そっちばっかりこう追い詰めていくという、追いかけていくというよりも、やってみて自分で、あ、このやり方じゃダメだなって感じて、じゃあ一番自分が気持ちよく楽にできる方法って何だろうって導き出した答えが、例えば最新の科学とかと違ったとしても、こっちを信じるみたいな、その真の強さと自分の体の中をこう探していこうとする、その洞察力というんですかね、内観力、僕があの師匠に教えていただいている武術も内功武術っていうんですけど、内なる成功の功、内なる功を求める武術なので、その外から見てどうこうなんだなんだって言われるっていうよりも、まず自分の体と対話しましょうっていう武術をやってるんですけど、それとすごくやっぱり沖浦さんのやられてるウェイトトレーニングのメソッドっていうのは合ってる感じがするんですよ。なので今までそういう尺度でスポーツとか体を動かすっていうことを見たことがない人、例えば A コーチのところに行って手は伸ばしなさいって言われたらはいって言って伸ばす人で、 B コーチのところに行ったら手は曲げなさいって言ったらはいって言って何のこう疑いもなくやるとか、先生とか権威ある人に言われたからその通りにやりますっていうんじゃなくて、自分はどうなんだっていう、その自分を強くその意識していく、自分を知ろうとしていく、そういうこの、まあ、ある種ちょっとその仏教的というか、自分の中にこう答えを求めていこうっていうこう営みっていうんですかね、そこをやっぱりこう知ってもらって、その世界に入っていくと、やっぱりかなり人生楽しいんじゃないかなっていう感じがするんですよ。で、そういったものもですね、その長野に行って沖浦さんに会うと、やっぱりすごい衝撃を受けると思うので、今回僕が受けたような衝撃をですね、皆さんもぜひ受けていただけるといいかなと思います。なので、まあちょっと僕もそういう衝撃を受ける機会の作る場みたいなのも提供できたらいいかなと思ってるので、ちょっと今後合宿みたいなのもやりたいなと思ってまして、まあでもやりたいって言っても人集まんなかったらやれないわけなので、まあちょっとそういうの興味あったりとか、ちょっと見てみたいよみたいな人がいたら、下にコメントとかいただけると、僕も今後そういうのをこう組み立ててったりとかができるので、もしそういう希望みたいなのがあったら教えてくれるとありがたいなと思います。まあ何はともあれですね、このやっぱりウェイトトレーニングとかで強烈にこう腹圧を意識したりとかしていくことで、泳いでる時の腹圧と体のこう、左右ブレとかふにゃふにゃしちゃうみたいな、体幹部分が止まらないことによって手足から力が出ないみたいな、そういう悩みはやっぱりウェイトすると一発で解決するんだなっていうのを今回の合宿ですごく思いました。なので自分自身でもですね、今回教わったことをしっかりとやっていって、でまたちょっと水泳の試合とかに出てみようかなっていう
でトップ狙いに行こうかなっていう、そういうこの、野心というんですかね、それが本当にこうメラ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 今燃え上がってきてる状態なので、すごく有意義な3日間になったなと思います。まあ、なのでですね、皆さんぜひ興味ある方とかいましたら、ぜひコメント欄とかで教えてもらえると、そういう方向に、まあ、そういう合宿をちょっと企画したりとか、そういうのももう今後ちょっとやっていけたら面白いなと思ってるので、興味ある方はコメントなんかいただけるとありがたいと思います。では今回は以上になります。